ですね。はい、どうもおはようございます、トムです。あ、おはようございます、マメです。はい、カニです。はい、はい、というわけでですね、今回はですね、UNO で遊んでみようじゃないかとおところなんですけど、なんで UNO なのかっていうと、僕といえばカードゲーマー、カードゲーマーといえば僕みたいなとこありますよね。カードゲームやってるやつはやっぱりその他のカードゲーム触ってもそれなりに戦えるんだぞっていうところです。ちなみにカードゲームの経験は皆さんどのぐらいですか？まずカニ君からね。豆腐とやってる時ぐらいね、FGO はカードゲーム入らないからね、君に、ちなみに言うとなわけ、君自慢やってるけど誰も思ってねえよんなことだから、バイスシバレスがうまいとか思うんじゃねえぞ、素人が最近バイスシバレスの FGO 来ましたけどね、マウントが始まってるんで、いやていうか、FGO 信者にまで喧嘩打ってどうするんだで、土鍋君はカードゲームやったことあります？俺はもうね、ズブの素人もほとんどやってない。子供の頃やったりしないの？あ、でもあれやった、ミクロスはこの前ちょっとやった。なんで？いや、友達に勧められてやった。不思議な感じ。なんでよりによってミクロス？僕らはやろうとしたけど、あれですよね、アニメ見たけどルールわかんなかったよね。そうアニメやってないからね、あれカードやっぱVTuber のやつやったんですか？ VTuber、 いや、なんかね、これほんと初期のなんかデッキの、なんだろうね、白とかいるやつ。あー、タマじゃね、タマだ、タマ、完全にこれ素人がバレたですね。というわけで、このメンズでちょっと今回はやってみようかなと。これじゃあ、ちょっと変わったルールでまずプレイしていこうか。基本ルールの方がいいか、まず基本の方がいいんじゃない。じゃあまず基本ルールで遊んでみようと思います。よろしくお願いします。ずいぶんファンシーなやつが見るみんな、おいずいぶんファンシーなやついるな、右。あっち、あ、フリップですね。これ、あれでね、裏表でカード違うから、両方のカードの絵柄覚えてなきゃいけないですよね。相手の。結構読み合いあるんですけどね。多分ね、時々ダークサイドに落ちるカードがあると思うんで。それを打っていければっていうところですね。あ、これじゃあ、色は分かんねえけど、数字だけ見えてるの？ね、裏面見えるじゃん。あ、裏面でなんとなく数字が確か分かるんですよ。あるのでは？ねえのかよ。ダークサイドに落ちる。落ちろ。ルーク。全員して。ダークサイドしてこうぜ。ダークサイドに落ちろ。このルール面白いね。ダークサイドに落ちろ。なるほどね。風の軍勢に入る。ドローファイブ。ドローファイブやべえな。そんなに来る？あ、これ面白いな。ない。攻撃しようかな。これは攻撃のリバースだね。影の世界に落ちろ。影の軍勢に入るんだ。色がいてる。キャー。リバース。リバース。あ、攻撃できなかった。いいよ。見れる。チェバーン。来ましたね。これはなんだ？これ、あれなん、出せないと引いた、選択したカードのが出るまで引き続けるっていう。えぐ。色変えていこう。いいや、ライトサイドに戻った。違うね、一周するやつだこれ。これずるいよね。強制スキップですからね、これ。このエンゲレス完全に闇のゲームですよ。いやー、なるほどね。これは持ってないんですね。持ってないんかーい。持ってないんかーい。一番チャンプイン。じゃあ逆に言うと俺んじゃないんだな。うん。6番。おお。えぐっ。えぐっ。やばいやばい。あ、でも打ち消えるんだね、ジャンプインすると。打ち消える打ち消える。おんじょ。何にしようかな。オレンジかな。あ。
逃がさないよ。でもジャンプインができないよね。ダークサイドになった瞬間になんか音楽感のいいな。これいいね。まあ攻撃しちゃおうかな。どうして僕をそんなに痛めつけるんです。ド S だからです。できてるお前らに地獄を見せてやんよ。オレンジかな。毎回忘れるなこれ。ウノって言ってれば 今頃勝ってましたよ僕。チャレンジ失敗してるし。なんだこれ。めっちゃ引いてるし。地獄なんだよ。え、闇のゲーム中だからしょうがない。9番うわ色はなるほどね。あーやばい、世界が一巡する。おおファイブ脳天なんてことだ。いやえぐいわ。おめでとうおめでとうつって。やばいぞこれは。うわマジで。いやめっちゃ手札の一発だこれじゃ。闇のゲームじゃねえかよ。やっぱコンピニオ買ってなかったな。やっぱコンピニオ買ってねえわ。コンピニオ買ってねえよ。見ろよあの無邪気な顔。見ろよあの虫も殺さないような顔して。じゃあもう一回やりましょう。泣きの一回を。泣きくと泣きし。あやっぱダークサイド怖えな。赤色ですって。なるほど色替えでも。これ微妙にカードの効果違うんだね。そうですね。あの色替えも誰他の人がいるんだよ。青いや、チャレンジしない方がいいだろ、ここは。はい。あ、攻めていきたい。赤。えぐ。攻め返された。ダークサイド。あ、カードの世界に入る。おかえり、おかえり。早かったな。普通に始めやがったなこいつ。七、色変えてこ。流れ変えてこ。さあ配球終わりましたね。そういえば漫画なしすると。あマジ？うん。なんか終わったのかな。なんか最終章入ったのか。なんかしてましたけど。ドロー1とかあるんだね。あるんだね。じゃあ攻撃しよう。毎回押し忘れるよね。さあいつ何色だ。ここはわかんねえ。どうしよう。持っててくれ。持ってない。よかった。で黄色なんだな、こいつ。こいつ黄色なんだな。誰か色変えろ。色変えてくれや。赤。グッドだ。一番だ。やっぱ、やっぱ黄色なんだな。はい。しか、誰か運命変えてくれや。はい。お前自身の手で変えろ。やろうつ。黄色になっちゃったよ。ここ黄色変えないとまずいのか。ああなるほどね。闇に落ちろ。闇の炎に流れて。何色だっけあいつ裏面。あれ見忘れた。オレンジだっけ。完全だ。ちゃったね。アームなんだね。いやえぐっ。
わあ、しまった。ああ、指摘されたね。じゃあ、チャンカラオレンジなんだな。はい、バカでした。チャンカラオレンジなんだね。ああ、俺がバカでした。俺がバカでした。ほいー、ダメー。あ、でも上がれないんでね、彼。ジャンプイン。もうマジか。じゃあ俺も。グッドだ。やつに攻撃をしてくれ。なあ、うまいね、うまいね。持ってんじゃねえぞ。よし。やべえ、チャレンジ運動失敗した。言ってるから、俺ちゃんと。色何色なんだ。上がり上がれるんじゃねえよ。あれだ、このルールだと手札めちゃくちゃ増えるから一発上がるの増えるね。多いね。そうね。行き先やんけ。まあルール面白いんだからね、このルールは。うん、ああ抜けよう。ああ抜けよう。ああ。マジ記憶捨てればもっとねうまくいくんだろう。いくんだけどね。あとねやっぱコンピューターにジェイムは勝てなかったって言いました。そうですね。もう3人もいて何やってんの。恥ずかしくないのカードゲーマー。恥ずかしくないのカードゲーマー。えかカードゲーマーかっこ笑いさん恥ずかしくないんですか。インフェルティーさん、インフェルティーミンさんかっこ笑い悔しくないんですか。別に俺インフィニティミンを受賞した覚えねえから。満足民さん。トリシューラー出せなかったですけど。場外乱闘が始まって。あれですよ、もう冒頭でね、カードゲーマーが勝てるのか、俺カードゲーマーだからって言ってたやつが1回しか勝ってないっていうね。このマドルチェばっか使ってっからこうなんだよ。おめえだろがよ、お前は。強化ばっか使ってるからそうなんだぞ。なんだもんだよ、俺強化なんか使ってねえよ。うせよお前、ファンデッキだから負けても大丈夫とかやばい方してるからこうなって。お前いろんなとこできますね、やっぱ。さすがにそこは危ないよ。危ない危ない。ね、4人揃ったら2on 2とかもしたいよね。格ゲーでいうとこのレバーがちょっと効いてねえわっていうのと一緒だからね、それ。レバー効いてねえわ、これ。なんか効いてねえわ、つって。緩いから緩いから、ちょっと押して。緩いからつ。え、普通に飛ぶつ、あれおかしいな、つって。おかしいなぁ。やめたれ。やめたれ。